これね、カプコン、元カプコンの岡本良樹さんがね、設立した、ね、ゲームリパブリックがね、開発した、一応ゲームなんで、これ、ゲームリパブリックって書いてますね。だから期待できますね、これは。ドラゴンボール回なんですね、そういえばね。そう、ドラゴンボール回のこれ主題歌のあれですから。ストーリーモードでやるか。惑星ベジータで産声を上げた男の子。その父親と母なる星は今遊び具的に滅ぼされようとしていた。サイヤ人の星ね。あ、バータックや。再現されてるね。マジンブー編まであるんですね。開発ゲームリパブリックって書いてますね。俺の意志をくれ。サイヤ人の惑星ベジータの仇をお前が討つんだ。おお、ちゃんと喋ってるし。バンダイナムコゲームス。即して彼方の惑星から一人の赤ん坊が地球に降り立った。これはサイヤ人でありながら地球で育ち、後に全宇宙の命運を背負い立つ男、孫悟空の物語である。これ対戦格闘ゲームじゃなかったでしたかね。確かね、違ったかな。元気に成長した孫悟空は7つ揃えればどんな願いでも叶えられるドラゴンボールを探す旅に出る。旅の途中、たくさんの仲間と出会い、修行を重ね大きく成長した悟空。ついには世界征服を狙うピッコロ大魔王、そして生まれ変わりであるマジョニアと世界の運命をかけた死闘を繰り広げ、見事地球を守りきるのだった。それから5年余り、人々は平和に暮らしていた。だが、もう、まあ、サイヤ人編ですからね。戦いの幕開け、帰ってきたぞ、孫悟空。平和そのものの世界。なんと、悟空には、悟飯という名の子供ができていた。だが、そんな地球や異星人戦士ラディッツが突如として襲来する。
ですから、天宇宙一の強制水サイヤ人の生き残りであるとは、読めなかった。さらに、自分が悟空なんであり、悟空は本当の名前は、カカロット。同じサイヤ人だって名前に、仲間になるように、歯が立たず、ご飯をさらわれるんですね。ピッコロと手を組み、ご飯を取り戻すべきと、言うたかよいことだった。まあ、一体ここへ何しに来た？決まってるだろう。オラの子を取り返しに来たんだ。同じ戦士やりながら仲間が壊れるのは嫌だということか。そう言ったはずだ。兄に逆らうつもりか。もしかしたら抜けると思っていたんだから、ここまで間抜けだったとはがっかりしたぞ。二人かかれば勝てるなどバカバカしい計算じゃないだろうか。ぐちゃぐちゃ言うのをそれぐらいにしたことだ。俺はせやがってこの程度でこの子やってくるとはな。身の知らずとはこのことだ。死んでしまえ。やっぱ対戦格闘ですね。 2D 対戦格闘なんですよね、これ。人の出し方全然わからないんで、適当にやりますけどね。おお、スーパー武闘伝のコマンドで、カメハメハ出た。これね、スーパー武闘伝シリーズのね、コマンドが通用するらしいっていうのは聞いてたんですけど、本当や、すげえ。スーパー武闘伝のね、カメハメハのね、コマンドがね、使えるんですよ。それは知ってたんですけど。おお、勝ったんや。ここまでレベルが違うとは。貴様ら死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさは今頃知っても遅いぞ。せっかく中国を聞けずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。今度ピッコロか。バカリキバハね。サンデー、やばい、やられるわ。負けた。超必殺技なんですね。だから、なんかコンボが出た。ダブルサンデー。敵めっちゃ強えやん。Yeah!
勝った？よかったよかった。これで話にならんな。貴様に新しいとっておきの松なんかないのか。いや、すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、気を抜きやがって。俺は真面目に修行して新発開発したってのは本当か。まあな、だがこの技は気を食べるのにやたら時間かかる。その備えで奴をただで注意を引きつけろ。よかった、しかしその技はあいつに効くのか。多分な、それが効かなければもう奴を倒してはなかろう。よし、楽しみにしてるで、食い止めてみっか。あ、ご飯がいますね、後ろに。死ぬっていうね。これしか方法はねえんだ。貴様は一緒に消えてもらえる俺には最高だ。まあでも生き返るからあれやけどね。なるほど、この星には来ん。騙されるもんか。おい、連打これで初めて国王死にますからね。畜生。まあ衝撃的でしたよね、この展開はね。はい、クリア。荒野のサバイバル、ご飯のつらい授業のエピソードが解放されました。こっちやろか。演説など先導を変えるようになりました。これセーブされてんのかね。ラディッツから地球とご飯を救った国王。だがラディッツの死は最強のサイヤ人たちを地球へ向かわせることになってしまう。あの世へ行った国王が 100万キロ海洋星ね。どうしたピッコロ。戦力で使えるよう鍛え直すための厳しい修行。バブルスや。思った通りのすごいやつじゃ。早くもこの症状を自分のものにしてしまったか。こいつには極められるかもしれん。海洋剣を。わしは夢に描きながらもついに極められなかった海洋剣を。こちらの必殺技を。かろうじて、確保しておるだろうが、わしの授業は厳しいか。やってやる。天界寺だ。うん。あったね、これね。Thank you.
悟空が出てきたら、心との対戦か。おぉ、ご飯に魔漢光殺歩してくんの？連続エネルギーが。勝った。はい。虫抜きだけはなんとか、泣き虫か。これでクリア。さよなら天さん。あーもうナッパとあれですね、絆は永遠に。あ、セーブ、あ、そっか、これセーブされるのか。あ、だいぶ追加エピソード追加されましたね。さよなら天さん。天界での修行を終えた天津飯と、じゃあ天界へ降りた二人は決戦に備えて修行を続ける。サイヤ人ね。俺にやらせてくれ。うん。ナッパか今度は。え、これチャオズでやんの？今度俺。あ、チャオズでやるんや、珍しいな。チャオズはまともに原作では戦ってねえからな。ドドンパ。
久しぶりに見た、チャオズのドドンパ。これでいいのか。これもしかしてチャオズはあれか、自爆するんか。後ろを見てみろ。自爆できるんですもんね。今度天津飯でやろうね。気候法これでやられるんやろうな。気候法だ。これで力尽きるんですよね。動かしやがって無念。力尽きてやられると、バカの力つけて無駄にしやがった。ヤムチャのヤムチャの下りがカットされてるというかね、一番見どころなのにね。あれロッカー時間があと残りわずかになってます。行った方がいいかな。ちょっと残り時間少なくなってきたんで、
ます。ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。あ、修行編ってことやね。チャオズを操作するのか。あ、コマンド乗ってるやん、これ。セーブドボタン押したら。はい、続きやりたいと思います。はい。ドラゴンボール Z、じゃあ、カイか。アルティメット武闘伝やってるとこですね。はい。DS 版ですね。目飛び出してるやん。修行なんですよね、天津飯とチャオズの。太陽拳めっちゃ強いやん。いい勝負だよーい。はい、あ、親帰ってきたかもしれんな。終わりですね、今日は。
ます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。超必殺技やな、これ。その辺が見てみたいので、ストーリーモードさっきやりましたけどね。選んでいいのか。で、チャレンジモード、遊びたいメニューを選んでください。強いやつらとの神経バトルに挑戦だ。 CPU 対戦、 CPU が操作する相手と対戦できるぞ。バトルに挑戦だってどういうことやろ。どういうあれやろ。バーザス鶴川流。とりあえず対戦モードでやるか。これでいくか。どんなキャラが使えるのかな。これは何、これあれだな、ラディッツやんな。ベジータとナッパでしょ。フリーザ君もあるんや。あ、3対3で、あ、そうか。これあれか。何対何でやるかってあれやね。ああ、使えるキャラ少な。そらそうやな。まだ最初の方しかやってないから。あ、ヤムちゃんいるやん。使ってみるか。あ、色変えれんねんね。じゃあクリリンまだ使ってないから、クリリン使ってみるか。でベジータ使うか。コンピューターですね、今度。コンピューターは、じゃあ、僕、ピッコロ、ご飯にするか。選べるんですよね、いろいろ。精神と時の部屋とか、セルゲームまで選べんの。惑星ミート、じゃあ場違いなセルゲーム会場にしましょう。ローガ夫婦剣、早期弾も使えるんや。新ローガ夫婦剣。これ早期弾なの。
サタンもおるやん。あ、これがローガー夫婦犬や。なるほど。なるほどね。あれやんね、人造人間編の時のヤムチャですね。負けた。残り2。え、紀元山タメか。たくさんエネルギー太陽剣も使えない。紀炎烈山。うわぁ、超元気玉かい。クリリン相手にやる？それ。まだやられてないか。まだやられてない。またやってきた。クリリンやられたんちゃう。あ、まだ大丈夫やん。でももう、もうヒットポイントないやん。負けた。ベジータ。チャオズですね、まだ使ってないのは。でもなぁ、
精神と時の部屋。まあ、今のあれやんか、リーデルの声やったね。みなごちゆうこさんの声でしたね。クソか、クソですね。わかった。このナンパ様に勝てるわけねえだろ。ジャイアントバスター、挨拶してやる。ロガ夫婦家いきなり食らったやん。あ、これね、はいはいはい。クソってなんやろ、クソってタメやな。これか、クソって何今の、よう分からんかったな。あ、ゴテンクスとかいるやん、後ろに。あのあれもゴテンクスのあの幽霊もいるやん。あ、これかクソってやつ。あ、やられた。ヤムチャがね、ヤムチャに負けるとはね、クリリンね、さっきあの人ね、オールゾーンも使えなかったんで、クリリン。キエンザンとか見れなかったから。強いなぁ。剣山出ましたね。剣烈山は超必殺技やもんね。太陽剣は、太陽剣あんまり やろうって感じしないよ。紀元山は近づいていくから、フォアンド的にちょっとやりづらいですよね。前に前進しながらあれするから、ちょっと紀元山出すのはちょっとあれやな。終わります。こんな感じですね。はい。終わります。面白いですね。